皆さんこんにちは、じゅんです。ゆいです、はい、今回はですね、傾斜のアプローチ。アプローチ、まあ、20ヤードとか30ヤードぐらい、まあ、もう本当にグリーン周りで傾斜に当たっちゃった時の打ち方。あ、でもグリーン周りは多いもんね。まあ、放題になったりとかしたり、そうだね、多いと思う。多いよね。まあ、そんな傾斜でのグリーン周りのアプローチをゆい先生に教えていただきたいと思います。お願いします。はい、お願いします。じゃん、傾斜の打ち方。まずこの傾斜そんなについてないかな、うん、ちょっと大げさにやろうかなと思うけど、うん、まず傾斜の時は地面に対してこれだと今地がこうなってる、うん、地面がこういう感じだから、地面に対して直角に立つ。はい、で今は左足が上がってるからこういう状態、地面に対して直角に立つ。これがいつも通りだったらこうなってる、うん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 、するとこれは直角になる。これはアプローチに限らず、あのフェアウェイとか長い距離でも全部そう、はい、基本は傾斜に対して直角、うん、でできるだけ手首を使う。それがこうなるとボールが触れやすくなる、うんうん、できるだけ手首を柔らかく使ってボールを打つ。いや、体からクラブが離れすぎないよ、うんうんうん、バンカーを見てるか、手首を柔らかく使う。で、はい、これ今つま先がちょっと上がってて、かつ左足がちょっと上がってる、はい、傾斜なんだけど、ボールの曲がり幅、ボールの曲がり幅はクラブが短くなればなるほど曲がりやすくなる。あ、そうなん だ, だウッドで同じ傾斜を打つんだったら短い番手の方が曲がりやすくなる。うーん、この場合は左に曲がりやすくなる、うんうん、でアドレス自体少しいつもより若干ちょっとこう足幅を広げる。傾斜で立ってるのに足幅ちっちゃく取っちゃうと体がブレたりするから、できるだけ少し広めに取っていつもよりもしっかり中心を落とす、はい、下半身がブレないように、あの平坦な足を取で、ここからできるだけクラブが自分の体から離れないように柔らかく首使って、おこれも今左35度はかなり左に曲がる。確かにこれ平坦な場所だったら全然曲がらない。たまになんかウェッジで引っ掛けたなと思ったとき、傾斜だったりするのかな。もうある、その私たまにあるんだけど、そうなんだ、ね、傾斜が、傾斜っていうか左足が上がってる場合、うん、とかつま先がこう上がってる場合は、うんうん、特にもう結構構えた時点から傾斜ってもうかぶってしまう。そっか、これがまっすぐなんだけど、うん、構えた時にはもうこうなっちゃうから、うんうんうん、ただ余計曲がりやすくなるのもあります。あ、それかな。そうそうそう、これで60とか打つと多分もっと上がる。本当だ。それ曲がらないように打つにはどうするんですか。もう右に打つ、うんうん、目標地点を右に持って。なるほどね。だどれぐらい曲がるかはその時の傾斜 の, その、うん、角度とか、うん、バンディングだと思うけど、例えば残り100ヤードとかだったら、うん、傾斜もこれぐらいついてたら半ピンぐらいは、ワンピンぐらいかな、ワンピンぐらいは右狙ってもいい。本当だ。今ちょっと右向いてって、ちょっと真ん中に。なるほどね。ちょっと私は下半身を、うん、こう重心を落とすというか、下半身がしっかり固定する。下半身がこうやって動いちゃうと、うん、大丈夫。
下半身で動きまくるとか、うんうんうん、だと綺麗に打てないから、できるだけ下半身が動かないようにしっかりと重心落として固定して、なるほどっていう感じです。ありがとうございます。今日私気づきがありました。気づきがありました、はい、気づきがありました。傾斜は番手短くなればなるほど、うん、なんかそうだったんだ。頭に入れといて欲しいなっていう。なんかあんまり短いし難しくないからってあんまり気にしてなかった傾斜を、うんうん、でいつもなんかあれちょっとずれたみたいなのがあったんですよ、うん。例えばこれがもうピンまで15ヤードとかだったら、うん、もうそもそものさ、スイング幅がちっちゃいから、うん、そこまで左右されないかもしれないけど、まあ本当に残り 2,30 ヤードとか、うん、で傾斜ついてたらちょっと気にしてほしいな。あー気にしなかった。右向いてで回る。いや全く気にしなくて、え引っ掛けたみたいなのを、うん、とかあったのてかあるのよく。あるそれかそれだ。なんでまっすぐ打とうとしてんのに。だ向いてる方向はまっすぐなのに左向いてとか、うん、まあもちろん逆もね、逆もしかり、うん、わー注意します。あれです。はい、ありがとうございます。はい、はい、ということでアプローチの距離、短い距離でのまあ、傾斜での打ち方を教えていただいたんですけど、うん、ちょっと気づきがありましたね。はい、ありがとうございます。できるだけこう地面に、ね、うん、傾斜に対して自分の体を直角に立つ、うん、こうじゃなくて直角に立つ、はい、で下半身いつもより少し重心を落としてこう体がぶれないようにして、うん、手首を柔らかく使ってアプローチ、はい、見てください。はい、やってみてください。はい、はい、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。お願いします。次回の動画もお楽しみに。